編集者さんは入社したその日から編集者です。ハードルが高いことをしていただくことによって、やっぱ成長ってものすごく早いっていうのは。こんにちは、エンタメ就活チャンネルの戸です、このチャンネルはエンタメ業界に就職したい学生に向けて有意義な情報をお届けするチャンネルです。今回も前回に引き続き空島の人事部から夏目さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。2本目の今回は社内の雰囲気だったり入社後のイメージっていうところを深めてもらうためのお話を伺っていこうかなと思うんですけども、まず夏目さんから見た社内の雰囲気とか様子、どういったイメージありますか？私も実はこれまで、いろんな企業で働いてきてはいたんですね。比較的、外資系にずっといたので、結構意見の言い合いとか自由な雰囲気がすごくあったんですけども、正直日本一じゃないかっていうぐらい本当にもう意見もすごく皆さんこう出したりとか、あと例えば雰囲気すごくいいですよね、入社時期とかまた年齢とか全く関係なく全員が最高のエンタメを作ることっていうところに目標が同じところにあるからこそ、すごくいい雰囲気で皆さん仕事してるんじゃないのかなと思っております。本当におっしゃる通りだと思っていて、私学生インターンとして入ってるけど私の意見も聞いてくださるし、すごい部署が違うのにこまめに話しかけてくれたりとかして、本当ありがたいなじゃないですけど、アットホームな雰囲気もありつつ、みんなで目標に向かって高め合えるような印象のある会社かなっていうのが私もありますね。入社した時って結構不安なことってすごくあると思うんですけども、入社したその日からもうみんなどんどん話しかけてくれるし、2日目から早く会社行きたいみたいな、雰囲気になるぐらいもうみんなすごくフレンドリーに接してくれたりとかするので、もう入社後の多分心配はなかなかないかなと思っております。確かに、プライベートもね結構仲良くして してる方とかもいらっしゃるし、あと部活動とかもありますしね。そうですよね。ちょっと部活動最近、やってる、今やってるのかな、ホリックとか確かに、そうですね。あとやっぱりみんなでこう映画一緒に見に行ったりとか、そうですね、野球観戦も来てくれたりとかしたので、結構みんな会社を出るとあんまりこう一緒にプライベートいたくないっていうところ多いと思うんですけども、弊社の場合はもうなんか例えばね土曜日にちょっとコミケがあるんですけど行きませんかみたいなことは行く行くって呼びになったりとかするような本当会社なので、そこのすごく雰囲気作りっていうのはすごく皆さんと一緒の方が多いかなという気がしています。確かに好きなものも共有しやすい感じですよね。そうですよね。私の友達も社会人になったら友達ができない不安とか話した、そういった先輩はない会社かなっていうふうにすごく思います。でも多分それってひょっとしたら根底として皆さん、これは空島のカルチャーになりますけども、っていうところが絶対あると思っていて、やっぱりお互いが、すごくこう尊重し合ってるっていうところもあるんですよね。踏み込みすぎないところもありますし、だけどお互いのこう何でしょう、こう人間性というかすごくパーソナルの部分もすごく皆さん尊重し合ってるところがあるから、だからこそ人間関係の良さというのがあるかなと思っています。確かに、ありがとうございます。そしたらじゃあ今度はちょっと一変して、入社後のこうキャリアの一例だったりとか、実際に入ってからまず何するんだろうとか、まず入社しました、配属されますってなった時に、編集部採用だった場合ですね、その時何を実際しますか？ここがですね、空島のすごいところです。空島の編集者さんは入社したその日から編集者です。研修とかもないんですか？もちろん研修と一緒にって感じです。研修も一緒にっていう感じなんですけども、じゃあ出版社さんに皆さん勤められたとします。入社しました。で、運よく漫画編集者に入ったとします、でもおそらく最初は先輩編集者の方に多職ついて、先輩が持っていた漫画家さんの作品をそのまま引き継ぐという形が多いと思うんですけども、弊社の場合はいきなり初日から連載を確約しましょうというところからスタートするので、まずここすごく夢があるんです。そもそもキャリアなんですけども、もちろん作品をこう作っていくっていうところにすごくフォーカスを当てて、そのまま編集者としてヒット作を作るっていうところにずっと突き進んでいただいてもいいんですけども、例えばじゃあみんなをまとめるチーム長っていうポジションにすぐなれることも、あります。できればやっぱチーム長を目指してほしいですね、皆さんには。でまずやっぱり編集者って
ていうのってやっぱり会社としても結構チャレンジングなことではあるんですよね、うん、変な話、先月まで大学生だったっていう方にいきなりじゃあ、ね、予算を渡して編集者になってくださいっていうのは結構チャレンジングなことなんですけども、ただあえてそういうかハードルが高いことをしていただくことによってやっぱ成長ってものすごく早いっていうのは、はい、あのこれまでの先輩たちを通して実証できてるんですね。やっぱりこう私たちのこう何でしょうカルチャーっていうんですかね、そこはずっと続けていきたいところでもありますし、やっぱり入ってからこう編集者にすぐなれるっていうのってとても意味のあることだと思いますので、ちょっと参加していただきたいですね。そうですね、うん、本当にそんなすぐにこう実際に現場で働けるじゃないですけど、まあ、本当そうです、本当少ないと思ってて、まあ、編集者に関わらずいろんな多分会社でまずは先輩について手伝いするっていうところが多いと思うので、ね、同じ学生さん用意ドンってした時に、まあ、一つ友達よりは頭を抜けられるような経験ができるんじゃないかなとは本当思いますね。そうですね、実際編集者になるっていうことは、まあ、弊社の、まあ、ここも特徴でもあるんですけども、作品の全裁量を渡すっていう意味なんですよ。じゃあ例えば脚本家さんを探す、で、あ、いい脚本さんを見つかりました。それが、まあ、普通は結構上司にお願い、まあ、確認するじゃないですか。この脚本家さんにしたいんですけどみたいなことして、それもなしで大丈夫で、もう自分がこの脚本家さんがいいって思ったら、まあ、編集者が全責任を追っていただく形になりますので、もう全部自分で決めていいんですね。そこもやっぱりすごく大きいところで、ですから今お話しされてたその成長もやっぱりすごく早いっていうところ、そこにも結構あったりするんですね。なるほどなるほど、本当に裁量権の多い。そうなんです、感じなんですね。ですね。だ結構最初のうちはあまり自分はまあ何でしょう、出世とかしなくてもいいかなって思っている方も、おそらくこう続けているうちにやっぱチーム長って良かったとか、自然と思える多分職場だと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ福利厚生とかそういったことについてお話を伺っていきたいなと思うんですけども。まあちょっとこれは福利厚生って言えるかどうかわかんないけど。結構オフィスにはグリコの、はい、お菓子が設置されたりですとか、結構やっぱ働いていく中でリクエストしたことって結構叶ったりとかすることもあるんですね。編集者さん頭使いますから、なのでこうやってお菓子を設置させていただいたりですとか、福利厚生っていう部分で働き方、休み方とかってすごく気になると思うんですよね。実は弊社では祝日はお休みではないんですけども、その代わりエクアルキューと言って、ご自身のこれこそこれも裁量なんですけども、ご自身の裁量でそのまあ祝日の代わりの休みを取ることができます。もちろん祝日の時にそれを取っていただいてもいいですし、出社義務じゃない日に取っていただいたりとか結構です。プライベートを充実させることもここはできるかなと思っております。それからやっぱりまあ結構女性とかは気になってくるところだと思うんですけども、自分が子供を産みました、子育てにいい感じの育休制とか結構充実しますし、弊社代表のね萩原も最近お子さん生まれたと思うんですけども、萩原さんも育休取ってましたっけ？取ってました。代表が取っていただくと、より私たちめちゃくちゃ取りやすいので、もう本当にさすがだなと思ったんですけども、その辺はやっぱり将来的に自分が取りたいなって思った時に、自由に取っていただけると思います。それから、まあ、結構女性とかだとね、やっぱ月に1回体調を崩すタイミングとかあると思うんですけども、そのお休みとかもありますし、で、編集者さんだったら、まあ、例えば連載が終わりました。そしたらその連載が終わった時の、まあ、特別給みたいなものもございますので、頑張ったねっていうご褒美じゃないですけども、そういったお休みとかも取りやすかったりとか、します。実際私もママなんですけども、本当に子供のその都合によって、すいません、お休みいただきたいんですけど、っていうのがすごく多かったりするんですけども、私たちそもそもがお休みの取り方の裁量も任されているので、ママであっても、あ、すいません、今日ちょっと子供がと言って、これは私の裁量で休みます。っていうふうに判断したら、全然お休みしても、まあ周りも全然大丈夫ですよっていうような雰囲気の会社なので、ここは本当に大きいなと。確かに確かに、こうエンタメの仕事をしてるとある程度こうプライベートの充実さっていうのは結構必要だと思うんですよ。でもインプットにやっぱ使いたいっていう方もいるかもしれないし、逆に全く普段と違う体験をしてインプットしたいって方とかも結構いらっしゃったりする、なのでやっぱりそういった意味でも自分の裁量で取れるっていうのはある意味すごく空島らしいなとは私も思います。ありがとうございます。はい、そうしましたら今回は、入社後のイメージが、深まるようなお話聞いていきました。
実際も私もね学生として本当お話何にも知らない状態で聞いたんですけど、本当ですか、そんなのあるんだとか、そうなんですね、新たな発見があったりとか、うん、スタートアップのね企業で整ってる企業って結構珍しいなっていう私は印象がすごくあって、うん、こっちがこうしたいって思ったことを聞いてくれる会社ではすごくあるなって思ってるので、うんうん、働きやすい環境なんだっていうのを改めて認識することができる会になりました、うんうん、よかったです。トラジマはインターンとか新卒採用を募集しておりますので、そちらもご確認ください。はい、ありがとうございました、はい、よろしくお願いします。皆さんご視聴ありがとうございます。漫画編集者などエンタメ業界志望の皆さん、漫画編集者インターンにチャレンジしませんか？アシスタントなどではなく、一つの作品の責任者として企画作り、チーム集め、打ち合わせ、制作進行など漫画編集者に必要な経験を積むことができます。現役インターン生のインタビュー記事もぜひ読んでみてください。インターンの申し込みは概要欄から。